やっぱり毎年来たらこれ、この時は来なかったけど、ここで来なかった名物のハンデ戦、軽量馬が波乱を呼ぶか、ハンデ頭が力を示すか注目です。ゲートが開いて飛び出した16頭であります。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先行グループからまず見てまいりましょう。花を切ったのは3番アドマイアビルゴ、シュリがかわしていきました。その外9番オーアマゾン、6番セルバーグ、10番ウィングレイテスト、内から1頭アナゴさん、ルージュスキリアが並んでいます。ちょっと離されましてダノンスコーピオン、それからもう1頭13番レジャール、ドキドキしますね本当に。それから14番カイザーミノル、そしてその後ろから15番ミッキーブリランテ、内を通りまして8番サブライムアンセム、外を通りましてディビーナ、バリアベンテがその後ろ、その外に4番名称シンタケ、ワールドウィングズ、これが先頭9番オーアマゾンであります。大歓声が上がる中京競馬場、大歓声が上がる中京競馬場、先頭オーアマゾン、足が止まった、内を通ってセルバーグ、先頭坂井とオーアマゾン、2番手に外からはルージュシティリア、ルージュシティリア先頭に立った、1番外から11番ディビーナ、ディビーナが捉えるか、先頭川田とルージュシティリア、ディビーナが襲いかかる、ルージュシティリアかディビーナか、さあこの1着は際どいぞ。11番、3着、12番以上のように確定しました。